江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら、これで誰が結婚するのかと、慶国の結婚費用がこちらということで記事がありました。まあ、日本でいうゼクシーとかさ、そういう、ね、結婚情報会社の発表なんで、まあ、多少は乗っけてる部分はあるかもしれませんけれども、こちらね、記事があったんで、見ていきましょう。くーちゃん、お願いします。渓谷の結婚費用が3億ウォンを超えたという分析が出た。はい、総費用の中で、新婚住宅価格の比重が 79% に達するが、嫁入り道具支出と各種付帯費用も相当なことが分かった。3日、結婚情報会社のガヨンは、2024結婚費用レポートという主題でアンケート調査した結果を公開した。この調査は、オープンサーベイ、信頼水準 80% 標本誤差プラスマイナス 2.03% ポイントを通じて、最近、既婚男女1000人、結婚5年目以下を対象に調査した。調査結果によると、結婚費用の平均は3億474万ウォンで、3億ウォンを超えている。回答者のうち、男性は3億2736万ウォン、女性は2億8643万ウォンと集計された。え？ 1 人？総費用のうち、新居の準備が2億4176万ウォンで、総費用の 79% に達し、最も大きな割合を占めた。回答者の中で、両親の家で一緒に居住したり、社宅感謝などを使う場合は0ウォンと表記した。嫁入り道具の支出は、平均2615万ウォンと集計された。レータンは566万ウォン、女の方から男の家族や親類に挨拶の意味を込めてする贈り物、礼物は530万ウォン、新郎新婦の両側で記念してお互いにやり取りする結婚記念品、スズメと称するスタジオ撮影ドレスメイクアップパッケージは平均479万ウォンと答えた。結婚式場の費用は平均990万ウォンと集計された。ゼロウォンから会社学校支援の結婚式場、1億ウォン以上、ホテル結婚式場まで回答の幅が広かった。年代別グループ調査で、レータン・デーモツは40代グループが高く、スズメパッケージは20代グループが高かった。新婚旅行費用の平均は744万ウォン、この食べ物の平均は170万ウォン、お返しの平均は117万ウォンと集計された。ガヨン関係者は、このような調査結果に対して、平均費用はあくまでも平均値に過ぎず、実際には、新居と嫁入り道具、結婚式場などで大きなしでなしに進行した場合も多かったとして、無条件に全ての形式を整えようとするより、結婚当事者である新郎新婦が心を込めて、合理的な費用で結婚を進行してほしいと伝えた。ああ、じゃあこの結婚情報会社もこれは高いと思ってるんだ。へえ。なんかいろいろすげえ、不明なところがあるんですけれども。まずこれは一人当たりってことですか？男は3億2000万。日本円で3500、600ぐらいか？ 3600 万ぐらいか。女性が2億8643万。3000万ぐらい。これ別々で払うってこと？で、まあ、渓谷さんの場合は、男が家を用意するっていう、なんか、こう、ブームっていうか、ムーブメントっていうのがあるんで、文化とまでは言わないんですけど、なんかそういう風に作り上げちゃった、業界が作り上げちゃった文化っていうか、そのムーブメントがあるので、まあ、費用負担が大きいっていうのはわかるんですけど、はい、ちょっとな、これ一人当たり3000万円って言うとちょっと話変わってくるよな。二人で6000万だろ。じゃあね、こちらに対して渓谷の反応行きましょう。一人目。費用を払っていろんな人たちがみんなを集めて結婚して間もないのに離婚する。それも、後で訴訟までしながら喧嘩したりしてたけど、そうなのにどうして結婚するのかわからなかった。72.5。別の問題。結婚費用3億。それは精神状態が腐っているからだ。マンションの賃貸は必ずしないといけないし、自家用車がないといけないし、結婚式はホテルか専門のウェディングホール。あれこれ贅沢をするとこうなる。何で記事をこんな風に書くのか？ 61.5。あ、
この、あれですよ、3億、まあ日本円で3000万ってこれ賃貸の話ですから。保証金で1000万か2000万か取られちゃうからね。賃貸のね。賃貸の敷金、礼金か敷金か。結婚情報会社に来る人を基準にすれば、その程度出るかもしれないが、一般人はその金額を考えることすらできない。何億にもなるお金を若者たちがどうやって手に入れるか、親たちもそのような能力のある親がどれくらいいるだろうか。450賃貸だよ。だって圭国さんでお家だけで2000万1000万っつったら全然買えないでしょ。圭国さんマンション高いから。では男女の合計費用が6億ということか。バカのようなことを言うな。274でもそういうことなんでしょ。結婚するのに3億なら子供を産んで育てるのに30億がかかる。ところが結婚することを考えると大きな問題だ。結婚して暮らしても一人で暮らすのとあまり変わらないが、問題は育児問題、妻の実家問題、全て監視される生活、共同育児から来るストレス、伴侶の面倒、礼儀作法。一人で暮らすことに比べて10倍は混乱する。一人で暮らすのが一番だ。26個。賃貸じゃなくて頭金で1000万で、あとはローンっていうのもあるかもしれない。あんな費用で結婚しようとする人が問題があるのではないか。150。年老いた1960年代70年代の私たちは、男が住む家を負担することを当然視したが、今の世代ではないのではないか。育児から家事まで共同でしようと言いながら、家だけは男が用意してこいということではない。時代が変わったら時流も変わらなければならない。変わってないけど、男が家の所有だけはしてくれるってこと。何言ってるの。私も60代半ばですが、結婚するとき妻のウェディングドレスの値段だけで100万ウォン。高いものを着る必要があるかと思って適当な価格のものを注文したら女性が買えたの。今は法的には夫婦だけど、友人の女房に身を取りする。愛するなら全てを抱いて虚礼意識から抜け出ることを願う。90。こと言うなよ。いや、ネットだからさ、別に何言ったっていいけどさ。儒教を誤って解釈した面目意識、虚礼虚飾が生んだ産物。70。本当の問題は、その3億ウォンを男性がほとんど負担するということ。カモにならずに国際結婚しよう。37。そうでした。ちょっとね、不明な点が多いですけれども。じゃあチャットの反応いきましょう。さかな、2人合わせて6000万じゃないよな。じゃあ上の方からいきますかね。なんですよ。ただただ無駄遣い、これなら家買うわ。結婚は身一つでやればいいじゃん。浮かれてるやつに銭を使わせたいだけだぞ。ぼったくりの匂いがしますけど。ブリスト教の神様もこんな民族なんか作るんじゃなかったって後悔してんじゃね。売りは年収500万しかないから結婚は無理にだ。だからローンするんでしょ。せめてその10分の1でも家財道具揃えるのに十分では。式場が単価上げようと雑誌に広告出してるからな。そのまま信じない方がいいぞ。わら。新居込みなら全然安い。まあ頭金、いやでもあれだよ、多分頭金あれだよね、買うとしても頭金としてでしょ。渓谷が壊れそうとか言っても日本には来るなよ。くれぐれも言っときます。最近の日本の結婚相談所は、女性が男性の2倍以上で、男性の年収500以外は会う機会すらないから、男性がどんどん減っているらしい。バブル期の結婚式でゴンドラに乗って入場ってのが流行してたな。賃貸で良いんじゃない。そうか、賃貸は将来の子供のいじめの対象になるからね。英国さん、賃貸でも保証金が高いから同じぐらいかかっちゃうんじゃないの。兵役中に結婚申請して退役後に結婚した場合に3000万支給されればいろいろ解決するんでないの。名古屋も娘が3人いたら家が潰れるとは昔の話。結婚もしなきゃ将来お金のかかる子供も産まないね。結婚は籍入れれば済むだろ。無駄に金使うなよ。わらわら。やっぱりだわ。それ結婚費用というかプライドの問題でしょ。儒教の悪いと苦行縮してみましたという生き様だからね。結婚式に3000万使って新婚旅行後めでたく苦笑い婚。伝統が形骸化するとこうなる。わら。人だけじゃなくって住宅事情も狂ってるんだ。お互いにコンプレックス抱えてると金銭くらいしか価値観を共有できないんじゃね。しゃあない。愛国者なら未来志向に必ず呼応しなければならない。わら。結婚式に要留したら子供産めないよね。だから少子化なのか。
はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた。